はい、えー、今回はこちらの出版の本試験型問題集を解きまました第第回回から第8回までです前回の動画の最後で次回は第4回から6回までの3回分解きますってお伝えしたんですけどちょっと動画をアップするまでに期間が空いてしまったので第8回までをまとめて解いてしまいました目標点は前回までと同じく160点です合格ラインの160点ですね で結果どうだったかというと第4回から順番に162点174点181点176点155点ということで第8回で初めて合格点に届かなかった敗因は「大門2」の書き取りと「大門3」のご選択かなと思います。 他の回ではどちらも8割以上得点できてたんですけどこの第8回に関しては大門2の書き取りが40点中の22点で大門3のご選択に関しては10点中の2点ということで他の回よりものすごく難しかったっていうわけではないと思うんですけど今まで問題として書いたことのない漢字がまとめて出てしまってそれをことごとく間違えた。 という感じですねで逆に第6回が181点ということで初めて9割得点を取れてたんですけどこれは解いている感覚としては他の170点台とか160点台の回とあまり感覚的には変わりませんでした。ただ「うろ覚え」の感じとかよくわからないけどなんとなくこういう形かなって 勘で書いたものが合っていて9割得点に届いたっていう形ですねなので第6回がすごい簡単だったっていうわけでもないと思いますなかなか点数が安定しないですねで、この本試験型問題集っていうのは17回分の模擬試験が入っているので今回でだいたい約半分解き終わったことになります 半分解いてみて、だいたいこう問題の傾向みたいなのが見えてきたかなと思います。あの大問1の読み問題については、熟語としては初めて見るようなものも結構たくさん出てくるんですけど、同じ漢字を使った別の熟語っていうのを今までに勉強してきていて、そこからの推測で解ける問題が多いです。えなので30点の配点のうちま25点以上は取れてる回が多いですね。 でそれから大問2の書き取りについては、あの第8回については私は結構点数を落としてしまったんですけど、基本的にそんなに難しい問題は出てないと思います。あの今までやったこっちの2冊の分野別の問題集と、あとはま準1級以下の知識で解ける問題が多いんじゃないかなと感じます。大文3のご選択は1級大見出し語になっているものが多いです。 倉庫さんの「一級大見出し語一覧」をしっかりやっていれば満点もしくは9割は得点できるるようになっていいと思います。そして大門4の四字熟語これはほぼほぼ一級四字熟語ですね。漢検四字熟語時点の一級四字熟語をしっかりやっていればこれもまた満点もしくは9割得点ぐらいできるんじゃないかなと思います。 たまに1問ぐらい常用四字熟語とか準一級四字熟語入ってる時あるんですけどそれもそんなにおそらく難しいものではないんじゃないですかね残った選択肢をあのそれっぽい感じ当てはめると合ってたっていうのもあのいくつかありましたそして大問5の熟字くん当て字ですこれは私は毎回半分近く点数落としてます 10点中の5点ぐらいよくて7点ぐらいですね今までの問題集では見たことないものがちらほら出てくるのでそれは出てくるたびに覚えるようにしていますそして大問6の熟語の読みと一字訓読みこれは今までやった回パラパラ見てると私は10点中7点っていう回がすごく多かったですねそんなに難しくはないんだろうけど2、3問ぐらい 初めて見るものがあってそれで間違えて点数を落とすっていう形ですおそらくこの問題集に出ているものは全て覚えた方がいいんだろうなと思っているので間違えるたびに覚えるようにしてます、えー、大問7の大理語と類語 これも一級の大見出し語になっているものが多いです。まあ、もしくは準一級以下の大見出し語ですね。今まで勉強してきた知識で解けるはずのものが多いんですけど、なかなかうまくいかないですね。ケアレスミスとか、忘れてしまっていて書けないっていう問題がちらほらありました。あの大義語、類義語に関わらず、書き取り系の問題全てそうなんですけど、知ってることと、 あの問題ででで出された時に書けることっていいうのははイコールではないんですよね答えを見ればああこれか知ってるわって思うんですけど問題解いてる時自分で考えてる時はなんかうまく出力できないというか解けない思い出せないんですよねなのでその辺はもうあの問題演習を重ねていくしかないと思うのでこれからちょっと頑張っていきたいと思います。 大8の「古事成語ことわざ」に関しては、まあ、毎回問問か2問は初めて見るものがありました,、まあ、たまたま合ってることもあれば間違えてしまうこともあるんですけど、まあ、初めて見るものについては、えー、しっかり意味を調べて覚えるようにしています。えー、そして大問9の文章題ですね。これは読み問題がちょっと難しいなと感じるものが多かったです。 ま難しいんですけど文章の流れの中で適当に答えて合っているっていうものが多かったです書き取りに関してはそこまで難しくはないんじゃないでしょうかあの回によっては何問か告示が問われているものもあってその回は割と簡単に感じましたねこれもこう文脈から推測する力みたいなのが問われている問題もあるのであのよく文章を 読んで答えたいなと思います、えー、勉強の進め方としては前回と同じですまずこの問題を解いてで間違えた問題をこっちのちっちゃいノートにまとめてその後もう1回問題を解き直してますでこの解き直しの段階で1回目に解いた時に正解はしたけどまあ、なんとなく合ってたもの意味はよくわかんないんだけどまあ、なんとなく読めちゃったとか書けちゃったとか そういう問題については一応関係漢字辞典を引いて確認するようにしましたえ特に大問1の読み問題はよく意味のわからない熟語っていうのが結構出てくるのでまあ、それについてはあの関係漢字辞典とかネットで意味を調べて直接テキストに書き込んでいます他の分野だと意味を書き込んじゃうとちょっとヒントになったりすることもあるので、まあ、直接書き込みしてるのは、えー、大問1の読み問題とか あと文章題の、まあ、読みのところとかですね初めて見た熟語で意味がわからなかったものは書き込むようにしてます。でそんな感じで後半も頑張ってて解いいいいきたいと思いますそれでこの動画の更新についてなんですけれども今まではだいたい週に2回くらいのペースで動画を上げてたんですけど今後は週1ペースぐらいになると思います。 え関係の本番まであと約2ヶ月半ということで少し勉強のペースを上げていかないとまずいなぁと最近思っているので、まあ、動画の更新については週1くらいにして、まあ、その時に勉強の進捗状況について報告できたらいいかなと思っています。えーで次回 の更新の時にはおそらくこの問題集の後半できれば最後まで終わらせてあの動画にしたいと思っているので第17回まで解いた状態でご報告できればいいかなと思いますそれでは今回の動画はこれでおしまいです